僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキローです。今日は、100万人を記念をいたしまして、念願のゲストに来ていただいてます。こんにちは、石原のぞみでーす。お願いします。ありがとう。石原のぞみさん。こんにちは。ありがとうございます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 。いやいや、めっちゃ向いてそんな、全然出ますよ、私。いやいや、そんな、結構そのネットの、そのアンプというか、このチャンネル、このヘズマの血が流れてない。いや、知らない話じゃん。そうだったぐらいと思われてる節もあるぐらいの、だったんですけども、なんとかその100万人で、その、まあ、たくさん投げるとお呼びできないかと、ね、記念とカッコつけて、あら、ありがとうございます。一度でも共演はさせていただいて、そうですね、うん、ラジオに、はい、に出ていただいて、私のラジオに来ていただいて、うん、ショーホープちゃんラジオ、そうです、はい、あと個人的に来たグンピーさんは、はい、うん、カチコチ TV の収録の時に、そうですね、うん、そうですね、そんなにおしゃべりはできなかったですけど、はい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 、村にし村尾として呼ばれている、はいはい、カチコチ TV ですね。カチコチ TV、ありがとうございます。はい、いや、そうなんです。こちらもやらせてもらってまして、うん、で、まあ、ラジオで、うん、まあ、急に呼んでいただいてありがとうございます。うん、の時に、ちょっと、うん、まあ、僕はもう正直、セクシー女優の方、割とお会いさせていただいて、うん、あ、そうね、で、こう綺麗で可愛くて笑ってくれたらば、それで嬉しいみたいな、うん、ところがあるんですけど、うんうん、はい、ちょっと異常な、トーク力というか、うん、私がですか？そう、私がですね。がっつりそうですね、ラジオパーソナリティ。ラジオ聞いてみてください。すごいんだよな。ありがとうございます。うん、なんか、あのラジオの後に、はい、もうぜひ出てくださいって言ってくれて、うん、はいはいはい、2人が。で、うん、まあ、どうせあのなんか久しぶりに会った女友達が、うん、今度ご飯行こうみたいな感じで、はい、その場のノリかと思ったんです。女子のあれかと思った。女子のあれから最も遠いのが。元遠かったです。実に実行してくれた。めちゃくちゃ話されちゃったから。のことしか言わない。ありがとうございます。いろいろなんなら僕らのこと見てくださってて、そうです、うん、見てますね、このチャンネル見てるんですよ、私めっちゃ。いやー、ありがとう、まずそれが、そう、まずありがとうございます、はい、だから、うん、出たくないんですよ。え？なんでですか？なんでですか？マイモノじゃないのかよ。見て、うわ、やばいやばいやばい、これ出ちゃいかん、出ちゃダメじゃん、これ変ツンツンとかしちゃう。なんか、めっちゃ好きやからこそ、はい、その世界に私が入っていいのかみたいな、はい、そんな感じ。そんなもんじゃない、そんな守るべき世界なんてないですよ。もう、そんなことないんすよ。いや、じゃあ、もう、今日はちょっと楽しんで、はい、いやー、はい、うん、まあ、前回も確かにおっしゃっていただいて、そのまあ、はい、今男子校の部室のノリの中に入っていいのかみたいな、なるほど、やっぱなんか、うん、男子同士のこのわーってなってるのを、はい、もう端から、はい、わーこんな感じなんやなって見るのが私は好きやったから、はい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 、なんかここにこう私がパッて入って、はい、なんかこう、いつもの二人が、ちょっとこう、はい、見れなくなったらどうしようみたいな、そんなことそんなことやってるめちゃ気持ちてんのでも、とはいえ、喋、はい、れすぎている。前回は本当に好きな女優を言ったら、はい、もう全部、ああ、ということはこの子のこういう子がこういう性格が好きなんでしょ、うん、ってことはあの、剛毛が好きだそうですね、みたいな、すぐソムリエされて、すぐバーって分析をして、トーク力もあって、僕はそのラジオでは本当にしんすけさんみたいな感じなんですね。そうですね、分析力もあって、テンポがすごくて喋りが、ありがとうございます。今回、うん、まあ、そんな石原さんにちょっとお願いしたい、はい、僕らずっとやりたかった企画、はい、聖域食わず嫌いよー、イエス、ありがとうございます。うん、こちらさせていただいております、トンネルズの食わず嫌い王のパクリ、はい、まあ、まあ、そうなんだけども、はい、好きな聖域はみんな言い合うんですが、一つだけ嫌いな聖域がございます、それは当て合いましょうというものになりまして、はい、これをセクシー女優の方をお呼びしたくて、うん、ただその
割とやっぱその喋れる、はい、嘘をつける、うん、みたいなそういう素養がいるなと思って誰やったといいだろうって、うん、はい、石原さんだったあら、まあ、僕はもう性器食わず嫌いよって企画をもう3回やらせてもらってました、うん、でもう性器を結構出し尽くした企画がありますそうなんですよ、うん、今回、はい、吉岡と、はいはい戦ってもらおうかと思います。私が、まあ、ラジオに呼んでもらった時に、はい、最初は僕だけ呼んでもらったんですよ。うん、石原さんが、ね、スタッフさんが呼びだけだったのに、うん、呼びますか？そう、石原さんの立っての希望で、はい、いや土岡も呼んでよみたいなことで。いやいやいや、そんな違う、それは僕だけ違う。めっちゃ勘違いじゃない？違うんですよ、はい、それは私はやっぱお二人の、はい、そのなんかね、うん、掛け合いみたいなのがやっぱり好きだし、はい、でやっぱそこの空気感をラジオに持ってきてくれたらすごい嬉しいなと思って、はい、いや土岡さんとかってもうダメなんですかって聞いたら、うん、はい、いけますよって言ってくれて、あ、じゃあお願いしますお二人でっていう、いやこれはもう僕には、はい、クンピだけ土岡派なんですよそういうこと言ってないからやるください何止まる土岡と戦ってもらおうと、うん、僕もあんま土岡のやっぱ性癖までは存じ上げないところでございまして、うん、ちょっとじゃあ見てみましょうか、はい、石原希さん、はい、大好きな性癖が、うん、潮吹き、潮吹き、乱行、乱行、男の人同士、よし、全員、そう、大好きなものをやってもらってます。そして、はい、対する土岡哲郎、はい、ASMR、うん、お店の設定、そう、設定、装置で口を開ける、うん、ちょっとわかりません、そうです、おなさぽ、はい、サポートですね、なるほど、うん、この4つのうち1つだけ、うん、まあ、苦手なものがありますけども、まあ、基本的には、うん、大好きでしょうがないという、ぜひ上げていただいております、はい、で今回は、まあ、土岡対石原さんで、まあ、石原さんの方に、さんの方に僕が付き合わせていただきます、はい、まあまあメジャーというか、メジャー、メジャー、潮吹きから、はいはい、潮吹きですね、はい、自分じゃ想像つかないことじゃないですか、うん、こうちょっとエッチなことをして、はいはいはい、こう体液が出てしまう、うん、そう、そうですね、そう、人からこんな出る、そう、結構以外にありえへんと思ったんですけど、はい、でももうそうじゃない、やっぱ掘っていけば掘っていくほど深くなる、うん、それが潮吹きです。そうか、じゃあその自分がそのするっていうよりも先にもう見るものとして、うん、もうコンテンツですね、自分がするっていうよりもコンテンツとしてすごい好きでした。あ、じゃあこれは、うん、要は女性のってことですね、男のもあるじゃないですか。あ、どっちもですね、だから潮吹きっていうカテゴリーやったら、もう見るのも、はい、その自分が出すのもその、出させるのも好きです。そっか、出させるもある。そうです。なんでこんなことが起きるんだろう、人間はっていう。そう、このハテナから生まれるエロ。不思議だ、確かに不思議だね。確かに。好奇心に。不思議だ。いつまで経っても掴めないもんな。そう、掴めない。結局、何が成分か、みんな曖昧じゃないですか。みんな言ってくれない。未だに議論してる。何なんですか、あれ。いや、あれおしっこだよって言う。いや、そういう気もいい。おしっこじゃない、そう。なんなの、あの成分。本当に、どっちか教えてくれ、頼むよ。そうね、まだ決着がつかない。まだ決着つかない。だからこそ。確かにその僕目線で潮吹きって分かりやすくその、うん、視覚的に、あ、女性が、ね、うん、もう大快感をまでたどり着いたんだっていうのが、うん、ビデオで大快感、大快感、うん、分かるから、うん、結構もうクライマックスシーンとして分かりやすいから、確かに、うん、そうですね、好きなのかな。潮吹きの動画を見て反応を見るっていうのもできます。あ、そう、本家トンネルというところで、まあ、食べて、あ、一口食べて、うん、っていうのももちろん、はい、いただき出せます。え、全然そんなこと。え、じゃあちょっと新しいの、ちょっと出てるってこともわからない時があります。え、あります、あります。気づいたら、そう、全てが濡れているっていう、そう、もうあるし、意図的に出してる時もあります。え、あ、今出せるわと思う。今私出せるモードに入って、そうそうそう、必殺ゲージが止まったみたいな感じで、はい、自分で動くときやったら自分でバーって動いてバッて出します。潔いな。そう、実際のちょっと反応見たいな。あ、分かりました。はい、潮吹きの動画、はい、もう一応ね、うそー、おーおー、うん、あー、そうそう、タイプがあるんですよね、その、
出し方にみんな、はい、ほらこのビームだったりとかビームそうもうで漏れちゃう感じ。うん、本当だ、はいはい、違うスプリンクラースプリンクラーバケツをひっくり返すやつもある。そうそうそう、うんうんうん、あ、ありがとうございます、はい、いい感じです。あ、確かにこれは見てよかったですね。そうですね、うん、面白い。僕も結構最後の方まで勘違いっていうか忘れて一緒にこっちを見ちゃったこっち見てください。反応見てください。誠に遺憾です。じゃあ次は石原さんが土岡の、はい、はい、私一個だけ分からんくて、その装置で口を開ける、はい、装置で口を開けるか分かんない、うんうんうん、はい、そうですね、これはあの女性の口に、うん、あの装置はめてガッて、あ、口が開けられて、あ、まあ女性がいやもうこの装置ついてると閉じれないっていう、うん、逆ボール的なことですか、こういう、ああ、そう、でも口の中が見えるやつですね。はあ、うん、怖いの、あれが、私は身を覗いてしまった。あれが、まあ好きで、まあ好きな理由の一個として、まあ女優さんってやっぱりエッチなことをね、見せますっていうのができる人だから、まあそこまで恥ずかしくないかなとは思うんですよ。まあ恥じらい、普段のプレーって、まあ恥じらいもあれど、でもまあもちろん私のフィールドと思って、エッチなことされてると思うんですけど、その、さすがに口に装置つけられてガッて口の中見られるは、エッチなことの引き出しにないと思うんですよ、女優さんも。で、さすがに女優さんもちょっと恥ずかしくて照れてんじゃないかなっていうのがちょっと良くて、あとはもう本当に口の中ですね、自体、その、なんだろう、歯が見える感じだったり。歯とかじゃなくないもん。笑った時に見える歯はいいけど。こじ開けてみる。違いません。本来見せない方の粘膜。ああ。こっちはモザイクかかってない。そうね。そうか。結構コアなやつ見てますね。結構これコアなやつです。かなりそうですよ。ね、結構その考察がリアルやし、その他の、はい、この感じ、はい、からなんか一個だけなんかおかしいじゃないですか。いやうん、うん、マジちゃんと見てるやつ。あーなるほど、ね、かなって私は思いました。面白いな思ってます私は。うん、セイン、セインね、うん、はい、は正直好きであってほしいと思ってしまう、はい、何があるんですか、うん、それやはり、はい、石原さんといえば、はい、やはり、うん、口の人、口の人ですね、あという評判もありますし、うん、はい、口音とかがありますね。口が上がるので口音、ね、そう、口音に書かれまして、やはりそこの、うん、まあ、本当エキスパートだと私ですか、はい、ありますけど、うん、これはどうですか。まあ私自体、はい、そのやっぱその口ですることをそのすごい褒められることも多いからそれも好きなことではもちろんあるんですけど、実はその V に出るときはあんましないんですよ、声優。ほう、へぇー、ごくんを OK って言ってなくて。あー、へぇー、ほぉー、はい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 。だから私の中で結構神聖というか、こうなんかちょっとこうレアなことなんですよ。はい。ああ、なるほど。そう。で、私は、その自分でするのも、着ないじゃないし、はい、いつかは絶対したいって思ってるから、大事に撮ってるんですよ。はい、大事に、隠し玉として。はいはいはい。この、舐めることを、一旦、見ていただいて、はいはい、そこから、隠し玉で、実はこっちもできるんですよ。やりたい。から今撮ってるんですけど、はい、だから実際自分のその AV を見た時には、はい、なかなか見ることができない部分ではあるから、はい、その他の方の AV を見る時だったりとか、はい、あとあの私ツイッター、まあ、今 X、はい、X にはびこってる外国人のハメ撮り見るのがすごい好きなんです。確かにたまに見かけるかも。そう、たまに見かける、はい、外国人のハメ撮り。はい、やっぱその
私は日本の AV で育ってきたから、はいはい、海外のポルノというか、はい、文化として、はい、すごいこうもう、Oh yes! Yeah! ちょちょちょみたいなやつが、そうね、衝撃だったんですけど、はい、やっぱりなんかあんだけもうガツガツいってんのに、はい、最後出したものはもう、えらくごっくんするじゃないですか。ああ。あれがなんか、あ、可愛いなというか、なんか制服欲というか、はいはいはい、そういうなんか自分のものにした感覚になるやろうな、はい、これ可愛いなって思う、はい。ちょっとじゃあ男性目線。そうです、そうです。私はもう、自分で見るときは男性目線で割と見ることが多い。面白い。これすごい、ね、なんかいつかするかもっていうのは、うんうん、今ね、ファンの方めっちゃ、そうですよ。ね、嬉しいんじゃないですかね。うん。そうね、なんか小田栄一郎さんが今後こんな展開になりますってちょっと言ってくれる時みたいな団体の海賊は1回しか出ませんそう、取ってある感じ取ってある感じ、うん、後に全員は全員は後に持ってますっていう、これはいいですね、そうですね、素晴らしい、そうですね、じゃあ ASMR にしようかな、はい、ASMR についてちょっと聞きたいですね、はい、そうですね、 ASMR が、うん、いや、YouTube とかにあるやつなんですけど、うんうん、僕。はぁ、あ、YouTube のやつなんだ。YouTube だから、もちろん直接的にやらせるのはね、ね、アップできないけど、うんうん、でもこれだいぶ、もうそういうことじゃん、みたいな。あります、やつの音声ですね。うん、まあ、そんな、だから映像付きとかじゃなくて、うんうん、まあ音声で聞いてるのが好きなんですけど、うんうん、まあ多分僕、耳が割と弱い、うん。弱めね。くて、なんで、エロいな。弱めね。俺、お姉さん全部言って。カウンセリング。カウンセリングだったら今。ね、おねしょた感というか、なんかこう聞いてると、うん、どうしても、まあ、言葉攻めみたいになりがちだし。お姉さんですか、あ、そうですね、向こうが。で、あんたがしょた。に、まあ、そうそうですね。ショタに戻った気持ちになって、はい、決め。決め確かに、ね、決めの、ショタに戻ってるよ。で、ちょっとだから、たぶらかしじゃないけど、うん、みたいな気分で、ね、ずっと、まあ嬉しいよね、そう言われて、うんうん、で、なんかその感じも好きだし、うん、なんならこれ、ね、もう、ちょっとチュパ音というか、あね、入ってたりとかして、それがめちゃめちゃゾクゾクチュパ音しますね。もちょもちょっと。YouTube の中で探して見つけるんですか、毎回。そうですね、 YouTube で、うん、そうですね、なんか要は耳かき音声みたいなところから派生していくと、うん、ねえ、ちょっとなかなかなやつまであったりとか、うん、もうそれ用の要はエッチなサイトで売ってる、うん、そういうのも聞いたことありますけど、うんうんうん、それではないんですか、そっちの方が。うん、もっと同じですね。確かに。でも、言葉も。そうだよね。そうですね。でも、YouTube に上がってるやつの方が、なんでしょうね。その、まるでエッチじゃないみたいな。その、なんか、あくまで、なんか、リラックスして眠るための音声です、みたいな、うん。まあ、そうね。うん。保険の教科書みたいな感じで。ああ、そうね。ないですよっていう。うんうんうん。でも、全員しこってるっていう。いや、保険の教科書。嫌ですよね。うん、そんな、保険の教科書で誓ってたんですか、これみんなそうですよ。みんなそうですよ。誓んないよ。保険の第二次成長で誓うんですよ。え、これ本当です。膨らみを、丸みを見てきた。いや、そうです。状態で。私、体変わってきたみたいな。そうなんですよ。そうなんですよ。でも確かに、その、もろエロいことって言われるよりかは、確かにこうなんか、え、みんな見れるはずの YouTube に、こんなん隠れてたんやの方が、確かにいいかもしれない。興奮上がるなんて思いますよね、やっぱ。でもここで上げる性癖で、はい、YouTube 止まりでいいのかって僕はちょっと思っちゃう。確かに。中学生が見るんですよ、それ。中学生。そうね、年齢制限ないから、多分。でもね、ショタに戻るって言ってましたから、それは右から。あ、そこ、確かに。中学生に戻る。ショタに戻る。本当にショタに戻ってるからいい。検索のところだから。ワクワクしてる。検索履歴でバレないようにしたい。なるほどなるほど、これは一個、うんうん、聞けましたね、はい、じゃあ、はい、男の人同士、うん、ね、男の人同士ね、はい、多分伝わってるか分かんないですけど、はい、BL が好きってわけではないんですよ。
おお、違うんだ。私、BL は別に全然興味ないんですよ。はいはいはい。へぇー。何とも読まないし、はい、うん、なんかこのカップリングがどうとかっていうのも、はいはいはい、はい。へぇーみたいな感じで見るだけなんですけど、うんうんうん、なんか、私は自分の AV もよく置かずにしてたんですけど、へぇー。そうです。おのが、はい、期待で。そう。はい、自分がね、感じてるのが期待で。の AV をよく見てたんですけど、はいはい、ただやっぱなんかだんだんこう自分のだけのエロさじゃ伝わんねえなみたいな、視聴者に、はい、己だけじゃ伝わんねえなと思って、はいはいはい、他の人の、うん、他の女優さんのを見ようとしたんですけど、あ、はい、他の女優さんのやつは、はい、その、うん、自分が絡んだことある男優さんが出てると、はい、前まで私とエッチしてたくせに何やってんねんって思うんですよ。ちょっと思っちゃうから、やっぱ見られへんってなって。はい、でも、子女の勉強はしたいし、はい、どうやったら男の人が感じてくれるのかを、はい、なんか知りたいなって思ってる時に、はいはいはい、ちょっとメンズ同士のが出てきて、はい、で男の人が男の人に責められて喘いでる姿ってめっちゃエロいんですよ。あ、なんか、うん、女の人からされてる、はい、でも俺、チンコあるから反撃できるけどな、みたいな攻めじゃなくて。そんなこと思ってない。やばい。迎撃可能だね。なんか、攻められても、はい、いや、俺まだ最後の砦で登ってっちゃう、みたいな余裕感がない。はい、ああ、もう形勢逆転があると。そう、ない。もうほんまに、もう。完璧な上下が。そう、お尻でも。完全に、はい、完全にお尻にはまってる。もうバチンバチン。なんでピストンやるんだ。そうだ、それが、はい、めっちゃいいなと思って、はい、これやったら誰にも嫉妬しやんし、うん、エロいことはその勉強できるし、はい、で何よりその、うん、お尻に入れて入れられた人のチンチンから、はい、精子が出るのがめっちゃエロいと思って。ああ、ところてんっていうか、ところてんっていうか、ところてんバリエロい、めっちゃいいと思って大好きになりました。うわ、すごい、勉強の果てにそれがあったと、はい、面白いですね。え、ちなみにちょっとね、うん、話脱線かもしれないですけど、うん、まあ要はね、絡んだことある男優さんが、うん、ね、さすが土壌が聞いてるこうね、してる他の人としてるの嫉妬しちゃうっていうのは、うんうん、もうちょっと恋愛感情に近い。なんかやっぱ仕事の間は、はい、やっぱ好きやなと思ってやりたいし、おー、なんか私やっぱ独占欲が強いので、なんか私のこと忘れられへんかったらいいなと思ってやるんですよ、仕事を。はいはい、熱っ。もう向こうが今後そう、ね、仕事になんないよ。そうそうそう、で仕事以外のなんかインタビューとかで私の名前絶対出せよと思ってやる。今までで一番良かった。そう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 、でもほんと尽くす気、恋人に尽くすような気持ちで、うん、そのまあやってる、うん、演技か演技ではないぐらいの、うん、どれ自分持っていってる、うん、あ、そうですそうです、それが一番なんかやっぱ素に近いし楽しくできるから、すげえ、めちゃくちゃエロいこと言って、おしゃれですね。ね、あれは全て恋人に見せるものですよ、うん、ビジネスライクのものではないですよって、これがやはり人気の秘訣やもしれません。あ、バリ熱い。そうね。バリ熱いとすごい恥ずいですよ、ね、うん、これはいい話を聞かせていただきました。千代香の気になるのをお願いします、うん、はい、はい、私は、はい、おなさぽですかね。うん、はい、おなさぽと ASMR って私近しいところにある、はい、ああ、はい、はい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 、うんうん、ちょっと聞きたいです、おなさぽ、はい、そうですね、おなさぽ、おなさぽになると今度あの実写、実写ですね、なんですけど、はい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 、そのまあ僕ギャルが、まあ、好きで、私はギャル好きなんですよ。ギャル好きなんだ。優しいギャル好き。ああ、そうですね。だから、まあ、AV 女優さんでもギャルの方好きだし、うんうんうん、その本当漫画とかアニメのそういうギャルのラブコメとかも好きなんですね、うん、ギャルがなんだろう、めっちゃ手ほどきというか、うん、ガシガシしてくれる感じの、うんうん、もう、まあ、おなさぽの中でそういうのが好きだし、うんうん、こう、おなさぽの、まあ、よくあるやつで、うん、なんでしょう、ディルドなんですよね、うんうん、が、こう、まあ、机かなんか置いてあって、うん、でそこを、まあ、女性が、まあ、手で、こう、まあ、ね、こうしてるとこだったり、うん、映りますけど、その時の、やっぱ、あの、手で、まず触るときに、うん、普段ね、やっぱり男性のを
女優さんが触ってる時の触り方よりも全然エロくて、リルドを触る時の感じの方が。もう、それは多分、ね、この男優さんを気持ちよくさせるんじゃなくて、本当に、この本物じゃないものを触って見てる人を感じさせなきゃいけないから、多分、ね、本物以上に、いやらしく触ってると思うんですよ。の指の感じだったり、あと、どうしてもその、男優さんって、どうしてもチンチンだけじゃなくて、その本体があるから、その、どうしてもちょっとこう、見えづらいなとかって、男優さんの体があって。なるほどね。ってなっちゃうところを、本当にその、ね、物の形したおもちゃだけがあるのをこう触ってると、めっちゃはっきり手つきが見えるから、それがやっぱめちゃめちゃエロいなっていうのと、なるほど。あとやっぱこのギャルの人だと、その時にもう爪長いネイルがしてあっての状態の、ちょっとその、怖い、その、ね、尖った爪で、こんなことされて怖いよって、ちょっとゾクゾクする。ちょっと待って、ちょっと待って、怖いよ、ちょっと待って。怖いよ、なんだ、毎回。30なんだよ。毎回。俺、僕はちょっとだけ怪しいって思っちゃう。私も思いました。おうん、やはり。なんか嫌なことも言ってるなって僕は思って、爪が怖いとか、なんかあとおもちゃだけを置いて手つきを見るっていうのが、要はその女優さんの素じゃなくて芸を見てるみたいな、今テクニカルも褒めてるのが、いやこれテクニックじゃんって冷めたことがあるんじゃないかって気がする。僕は確かに、なんか冷静に見てる感じがしました。いやそうそう、今までよりも、いや、おなさまじゃなくてギャルが好きなんだよね、っていう話になんか結局。確かに。いや、でも、やっぱこれは、おなさまだからある点としては、その、祈祷攻め。あ、祈祷攻め。状態ギルドの、あれが、やっぱめっちゃ長い、その実際の男優さんとしてるよりも。はいはいはい。そうですね。あれが、やっぱそのね、この、こう来て、ここはすごい好きで。いや、まだ怪しいっすね。いや、ちょっとこれは似合わせてくれたい。なさこの良さじゃないんですよね、語ってるのは。ああ、はい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 。なんか、おなさこって、やっぱ、主観だし、もう、オナニーサポートだけれど、やっぱり、なんか、その、祈祷攻めとか、ビルドだけに、やってくものでもないんですよ。なんかずっと、その、そこしか見てないから、冒頭のディルド攻めのシーン、チャプター1までしか見たことないと見た。私は。ほら、鋭い可能性ある。トナサポエアプトナサポエアプエアプだ。かなと。いや、これは確かに読めなくなってきましたが。そう。まあ、わざとの可能性もあります。そうなんです。これが難しいんですが。難しい。はい。最終ラウンドになります。はいはい、じゃあ押すところ、はい、石原さんの正義乱行。乱行ですね。はい、乱行はそのまあ 3P からはいもうそれ以上話に私はさせてもらってるんですけど、はいはい、これも私お仕事始めてから初めてしたことなので、そうです。だからそこでなんかやっぱ自分を物にされたんですよ、初めて。はぁはぁはぁ。そんな感覚になるんだ。ちょっと言い方悪いです。はいはいはい。その、前、二つ。はい。ああ、そうですね。はい、男性が二人いて。ある状態で、やっぱ、もう右に、左に、真ん中にして、で、口行って、こっちまだ入ってて、みたいな、もう、自分が、なんか自分の意思で全部裁ききれなかったんですよ。おー、はい、そうですね。キャパ超えたんですね。キャパ超えて、自分の中で、その自分の許容できるチンコの数を超えちゃうと、やっぱ。キャパ超えて。キャパ超えちゃうと、自分がもう物になるしかない。うわー。もう本当、なんかやってあげることしかできない。そう。だからそれが、なんか、私やっぱ知女とかの役が多いので、なんかやられる役も好きなんですけど、でもやっぱそこでいっぱい動いて、こうやって考えてってやってた女優から自分になれるんですよ、なんか。ああ、考えてる暇がない。そうそうそう、ないから、なんかやっと本当の自分が出せるし、多分、
他の女優さんもそうだなって思うし、だからその気持ちが私は分かるから、はいはいはい、もう見ちゃうんですよね、そのなんか。うわぁ、なるほど、みんなもそうだろう。みんなもプラスでやってるだろう。そうそうそう。はい、面白い。そう、そっか。ちょっと、芸人にとっての向上委員会みたいな、用意したもの通じなくて、おみくちゃみたいな。そうね、さんまさんの前では通用しない感じで見ちゃうけど。わぁ、うん、なるほど。だし、まあ、逆のやつもありますよね。女性が多くて、みたいな、はい。それもやっぱなんか、こう、男性が次はも、はい、ものになってて、はいはい、めっちゃ、チンコに舐められてんのに、はい、腕も動かしないよとか、はい、こっち向きないよとかってやられてんのも、はい、もうなんかものになってる感じ。すごい、なんか、いいなって。はあ、私はその感じが。でもどうだろう、ちょっと思ったのが、例えばじゃあ乱交、はい、さっきじゃあ男性一人、ね、うん、女優さんいっぱいの方に、ね、うんうん、おっしゃってましたけど、うんうんうん、ね、やっぱ嫉妬がね、そこ入ってこないのかって。ああ、ね、はあ、確かに。要は、ご自分も参加されてとかって考えたときに、うんうん、はい、自分以外の女の子とも同時に男優さんが、本当だっていう状態に。いいですか、はい、私は、でもその、うん、やっぱ、はい、私のことを覚えててほしいって気持ちが強いから、はい、その子の中でも目立ってやろうって気持ちになるんですよ、多分。まだ私は他の女優さんと共演したことが、はい、大連子がないからなんですけど、はい、でやっぱ、ああいうのって映るものだから、はい、映りに行きたいんですよ。ああ、カメラ。そうそうそう。だから、嫉妬は別にした方が得なものだと思ってるんですよ。はい、わ、面白いな。チンコ握ってたら、あ、じゃあもう私そっちもう握らないからチューしようって言ってチューしたら、もう目線はこっちに来るじゃないですか。はいはいはい。みたいな。だからそう、嫉妬した方が、なんかうまく動ける気がするんですよ。はい、遠慮すると、あれってなんか、もったいない。はい、せっかくの乱行なのに。はい、せっかくの乱行なんだから。はい、そうですよ。だからそういうのがあって、それは私結構原動力になるものだと思ってます、嫉妬は。めちゃめちゃいいのし、せっかくの乱行なんだから、そう。あれはもったいない。もったいない。これはすごい話だ。やっぱこの感じが僕好きで、この、はい、ここはこうやったらその、うん、今キス行ったらこっちにカメラ来るでしょ。はい。そうそうそう、映り方とか、ね。この石原さんの分析力。うん。すごいんだよ。ありがとうございます。これ好きでした。うん。嬉しいな。拝見できてよかったです。なるほど。こんな感じですね。なるほど、なるほど。私の性癖は。うん。じゃあ、土岡ラスト。はい。お店の設定ですね。はい。お店の設定。はい。うんうん、こちらは、まあ、AV の、うん、まあ、お店の設定のやつ。お店ってのは、風俗店。あ、それね。はいはいはい。ファイヤーとかじゃなくて。あ、そうね。風俗店の設定で、もう、女優さんが、その、勤めてる像として。あ、なるほど。ね。はいはいはい。実際、その、お店って行ったことないんですけど、うん、だからまあそのちょっと憧れ込みでなんですけど、エロいことをするための場所だし、うん、AV の設定としても、うんうん、もうエロいことするための設定っていう、そのもう直でパンっていく感じ、うん、はい、もうエロいことするための場所じゃんっていう興奮が一個あって、はあ、でなのに、うん、そのジョーというね設定で、うん、めちゃめちゃ丁寧な接客。あね、その要はね、うん、本日はよろしくお願いしますみたいな、ね、うん、とこから始まったりっていう、その、めちゃめちゃエロいことをするっていうことを隠してないのに、めちゃめちゃね、こう品のある言葉遣いで来るっていうところの、うん、もうギャップがこう何周もするところが好きで。なるほどね。うん。あ、まあ、わかるな、確かに。ははは。じゃあ、見てみます、うん、あ、はい、あ、ちょっとじゃあ、うん、せっかくですし。ぜひ。お風呂屋さん系のやつ。はいはいはい。私ですね。これすごいな。AV 見る顔になってますね。そうっすね。いや、それはでも、うん、見せるっすよ、これ、うん。ちょっとエロすぎるで言ったら。ちょっと、ちょっとこの状況すごいな。ミスりましたね。本当にすみません。こんな。全然大丈夫です。AV 見てる顔になってたから。なってました。はい、好きなのかもしれない。なあ、その感じありましたね。したら、うん、では、はい、お互い揃いましたので、うん、はい、相手が、うん、実はこれ嫌いなんじゃないなと思うものを、うん、はい、ホワイトボードに書いていただいて、それぞれ出していただくというものになります。わかりました。はい、はい、石原さんはめちゃくちゃうまい。めちゃくちゃどれがどれか正直わかんない。よかったです、AV 女優で。
じゃあじゃあじゃあまあ、どちらかもやっぱね、うまい方ですから。そうですね。人狼の方が得意な方。冷静な感じで全部言ってましたもんね。土岡選手、はい、石原さんの本当は嫌いじゃないかという声優オープンお願いします。はい、セインオーン。これはどうしてそう思われましたか。はやっぱりでもその現時点で、まあ、まあ NG というか OK を出してないと、ご自身が、うん、はい、で、うん、その好きでね、いつかしたいっておっしゃってたけど、うん、でも好きだったらまあもうするんじゃないかなって、はははは、なるほど、そうですね。だからそこまで、あとまあ要は制服ね、うん、される感ね、うん、女性側のって言ってましたけど、うんうん、でそれがちょっと嫌なんじゃないかと、制服されるのは、はあ、石原さん、はい、長官の本当は嫌いな性癖オープンお願いします。はい、オナサポです。まあこれですわね、1個だけやっぱちょっと変だった。変、僕と土岡ね、石原さんは結構、はい、変だ。ああ、そこ確かにね、クリスマスか、やっぱチャプター1止まりの知識、そう、変動だけ見たでしょ、ね、っていう、そう、確かにその捉え方によっては、はい、チャプター1までで、うん、果ててしまう可能性もありますよ。そうそうですね。ただオナサポ好きっていうのはそれは違う気がして、あ、耐えれないから全部見ないは通用しないぞ。今日では、はい、そんなの通用しない。いや、そう、そらそらそらという気持ちでオナサポを選ばせて、はい、はい、聞きました。はい、実測ダメなこれ。さあ、大好きです。参りました。チャプター1しか見てねえんだから。もうやっぱそうだわ。どうしてやっぱこれが、はい、オナサポさん、あ、いや、その僕ディルドのね部分がいいって言いましたけど、うん、僕絶対本物の男性であってほしいですよ。なるほどね。うん、そこもさすがにそのディルドだと感情移入できなくて、うんうん、なるほど、はい、あ、なるほど、ね、だし、うん、そうですね、もう机の上にペタンって置いてある状態とかが、うんうんうん、人間の体じゃなさすぎて、ああ、うん、ちょっと逆のことを言ってたんだ。そうですね、なるほどね。そうで、自分が本当はそんなピンとこないところを、うんうん、いいいいって言ってみたんですけど、なるほど、なるほどね、うん、浅かったですね。だからあの浅さはな、あ、浅かった。大好きだそうです。全員大好きです。あの通りでございます。隠し玉です。はい、あ、本当に。本当にそうなんです。これは嬉しいですね。期待しててほしいです。ありがとうございます。じゃあ、他ちょっとこれじゃないか、一応安全感になります。そうですよ。思ったのが、映画、乱行。乱行はどうでしょうか。参りました。おー、そっちかー。で、物になったようなっていう、うん、いや、気に入らん。気に入らん、さばききれんで気に入らん。あー、うん、あー、やっぱちょっと、やっぱ、うん、あるものはちゃんと丁寧に扱いたいから、私は。そうか、こう何もできなくなるのがすごいね、なかなか私は、あー、すごい、何にも覚えてなかったですっていつも言うんですよ。はいはいはい、感想とかも、あ、何にも覚えてない AV って意味があるのかと私は思うので、うわ、プロとしてやっぱちょっとそうなんだ。そうです、私はあんまり得意じゃなくて、なるほど、うん、うわ、これはでも完全に騙された俺は。あら、うん、そう、説得力がありすぎる。そうそうそう、本当の自分ならコントロールできない姿で、めちゃめちゃ話術というか嘘もうまい。あら、参ったぜ。参ったぜ。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。100万人記念で、うん、はい、ましたけども、またもしよければ、うん、いや、もちろんですよ。思います。もちろん。次は戦いたいですね、別の人と。もっと強いやつ呼んで。強いやつ呼んで。お願いします。ありがとうございます。本日のゲストは、はい、セクシー女優の石原希穂さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時
タビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち表現、俺の名前はバキバキ童貞。